境プロジェクトであります。こちらも私が推進する震災後の新たなる国際交流、震災後の今だからこそ日本から発信できるもの、あるいは海外からやってきた日本人が海外の人々をどのようにもてなせるか、新日本になってもらえるか、そういう思いを現実に落とし込むという作業のプロジェクトでありますが、今週末、いよいよやってまいりました、日中友好親善みなかみ温泉おいで祭り参加ツアー開催されます。こちらもすでに中国人留学生、そして日本の若者、そして早川ファミリーを中心としまして150名近い申し込みが来ております。こちら、バスも4台すで、にチャーターいたしまして、バス用の、この、マーカー、これも全て用意しております。無事の普及です。ですので、そういった形で、2日間行います。群馬県の新聞もすで、に取り上げることになっておりまして、さらに中国の、これ実際の共産党の機関紙なんですが、人民日報の記者陣もやってくることになります。伊藤さんびっくりしたでしょう。はい、はい、きます。全中国13億にも配信されるみなかみ温泉おいで祭り参加ツアーになっていることがすでに決定いたしましたので、私今週末も全力でみこしを担いで、そして全中国にその身を乗り出す、ここにありということを、鳴らしてくれてまいります。はい、さらにです、皆様のお配りの資料の中にあります台湾です。中国も大切です。しかし隣人である台湾も大切なんです。日台若者交流会、11月に立ち上げることが決まりました。すでに近畿日本ツーリストの話し合いをまとめまして、2泊3日、11月の2、3、4で、参ります。そして11月3日には、李登輝元総統立ち会いの下での台湾での、台北での設立記念大会をすでに決定しております。そして近畿日本ツーリストさん、非常に頑張りました。安くせよと念じたんですね。そうしましたところ安くなりました。学生は7万5千円で、航空費、食費、ホテル代、台北でのバス代全て入ります。保険代も入ります。李登輝総統と会うことにお金はつけられません。お金の値ではなくプライスレスでありますけれども、しかし価値のある時間になるはずです。日本と台湾の関係、震災後の今だから大切だと私は思うんです。忘れもしません。200億円の寄付の悲し、それ以上にある台湾の温かみ、これを隣人として絶対に忘れてはなりません。その現れがもしかしたら本日皆様にお配りしたこのお茶も一つのその形なのかもしれないわけであります。ゆえに私そちらも全力を持って取り組んでまいります。すでにビヨンド X メンバーからも林純が3名の若者を連れて参加決定しております。早川代表の息子さんも参加するぞとすでに意気込んで期待始めているようです。何と、はい、約50名で参りますので、こちらの方も皆様、若者に限らずです、熱意と潜在能力です。我々を欲するのは熱意と潜在能力があればどなたでもウェルカムなんです。そんな思いで、ぜひご参加ご興味ある方は私に後ほどでもお声掛けください。よろしくお願いいたします。多くの方々にご協力していただき、新宿の中心地で東北の文化、食べ物に触れていただく機会ができ、大変嬉しく思っております。また各地域にて活動活躍されたボランティアの方々、復興を支えた方々が一堂に会し、お互いが知り合いになれたことも大きな成果の一つだと思っております。特に印象的だったのは18時から開始された交流会において、岩手県の劇作家小室浩二さんが後にブログに明記されていたことなんですが、交流会の場で東北の言葉が自然に飛び交っていた、新宿じゃなく岩手にいるような感覚だったというようなことをブログに述べられておりました。それが僕の中では全てを表しているのかなと思っております。8月11日の様子は8月12日の読売新聞にも掲載され、ヤフーの復興支援特設サイトにも掲載されました。また現在でもビヨンドXプロジェクトのブログにおいても参加された方々の感想などを随時ご報告いただいております。そして経理の件につきましては、現在出演者の皆様、協力者の皆様から請求書等を取りまとめている最中です。次回のビヨンドXプロジェクト定例会議において細かい費用等を報告することができるかと思います。今回の8月11日の新宿大会において、今までのビヨンドXプロジェクトの復興支援活動の中間報告となるような大規模な大会になれたかと思っております。今後も私は東北とつながっていくことを命題に、直接現地に赴き、さまざまな方々と協力関係をつなげて、ビヨンドXプロジェクトの活動を多くの方に認知していただく活動を実施していこうと思っております。ビヨンドXプロジェクトによる大きな支援、皆様からの多大なるご協力をいただきまして誠にありがとうございました。心より感謝申し上げます。今後とも私千葉慎吾の復興支援活動にご支援を受けたまわりますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。1年経
った被災地を一般の、ごく普通の一般の方が見た時の感想をまとめた、書ということでですね、今日リリースさせていただきました。まあ、裏面にちょっと回ったところとか、あと、プレゼンタル師匠、表紙に入っております。ということでですね、一応30日発売ということなんですけども、30日から、都内近郊をほとんど、まあ、30日ぐらいから配布予定で、地方は31日ぐらいから、配布されると。で、すでに Amazon の方に、もうページが用意されてまして、そちらでも、お買い求めいただけるような形に、なっております。ですので、まあ、Amazon のちょっとリンク先なんかちょっと貼り付けて、ぜひまた皆さんも、発信の方ですね、していただければと思っております。震災が岩手県、宮城県、福島県にありました。ほぼ、まあ、そこが中心の3県ですが、そこに国から皆さんの税金で行っている復興のための予算がどれくらい行ってるかというのを計算をしました。福島県が一等少ないんです。ものすごく少ないんです。宮城県の5分の1ぐらいしかないんですね。でそれをまあ国会で言いましたら、いやいや宮城県は津波で被害をたくさん受けているということです。福島県も津波の被害を受けているんですが、じゃあそういうことなんだということで、津波の被害のための資金を削除して、で比較します。それでも福島県は少ないんです。皆さんはプラス原発の被害があるから福島県にたくさん税金で復興予算がいていると想像しているかもしれませんが、現実には違います。それがどうしてかというと、やっぱり県から要請がないと国は下ろさない。県が要請するだけの力ももうないぐらい弱体化をしているという現実があります。でそれがやはり住んでいる住民にそのしわ寄せが来ておりまして、住民の中でも声を上げることができない子どもたちのところに一番その被害があるということで、私が行政の力が及ばないのであればということで NPO 団体を作って、その子どもたちの支援をしているところです。で、まあ、いわき市長を口説きまして、いわき市長が基金を作り、そこに有名な歌手の方々などのコンサートの資金を入れていただきました。そこで、先ほどの寺子のような同じような子どもたちが集えるスペースを、家をですね、建てるところまでは決まって、その予算も岩木さんにいただきました。ありがとうございます。なるほどね。参加者みんなすごく楽しみました。綺麗な空と山が最高でした。橋本これは可愛らしいですね。一生懸命書いてくれたんですね。今回、早川先生とかビヨンドエクスの皆さんにご協力いただきまして、一昨日まで一泊2日だったんですけど、白馬の方に飯田村の子どもたちと父兄と先生方をお連れしたんですが、もうすごく喜んでくれて、でぜひお礼をしたいということだったんですけど、みんな何がいいかってすごく頭を悩ませて、はい、こちらのお手紙になりました。あ、いいですね。以上になりますので、今日も皆様、ご協力、どうもありがとうございました。第10回ビヨンドエクスプロジェクト全体会議はこれにて終わります。お疲れ様でございました。やるぞー！せーの、やるぞー！